ご視聴いただきありがとうございます。はじのでございます。今回はボンデックスの上場についてのお話ねしていきたいと思いますけれども、 TGE トークンジェネレートイベントということでね、はい、暗号通貨にする、まあ、イベントなんですけど、まあイコールほぼ上場ということで、でこちらがですね、過去ですね、6月に今上場するということで、まあ、エアドロのやり方ということでね、私も動画撮ってますけれども、その後ですね、一応エアドロップの方ね、ちゃんと、シーズン1エアドロップ完了したんですけれども、その次の、ね、トークンジェネレートイベントをですね、暗号通貨として、ね、発行するというイベントがですね、どうも延期になっていたということで、でこちらが、ね、ミディアムの記事なんですけれども、7月5日にですね、2024年9月を目標に、まあ、延期すると、ね、いうことで、はい、情報が流れていましたと。で、今月ですね、まあ、9月になったので、まあ、いよいよ上場かなということで、一応ですね、9月の12日にその辺のね、アナウンスが出ていますので、これツイッターなんですけども、ここにね、書いてある記事、まあ、CEO からのメッセージということで、こちらがミディアムの方でもね、同じ内容の記事載ってましたので、こちらね、いつものように音声合成で日本語を読み上げしたもの、これから流しますので、まあ、聞いてみてください。TGE アップデート。ボンデックスの CEO であるイグネイオ・パロメラからのボンディンコミュニティへの手紙。親愛なるボンデックスコミュニティ、本日はトークン生成イベント TGE とドル BDXN トークンの取引所上場に関する重要な最新情報をお送りします。 CEO としてまたコミュニティの一員として今後の計画について最も正確で透明性の高い情報を提供したいと考えています。これもひとえに、ボンデックスの CEO であるイグネイオ・パロメラからのボンディンコミュニティへの手紙。親愛なるボンデックスコミュニティ。本日はトークン生成イベント TGE とドル BDXN トークンの取引所上場に関する重要な最新情報をお送りします。 CEO としてまたコミュニティの一員として今後の計画について最も正確で透明性の高い情報を提供したいと考えています。これもひとえに皆様の変わらぬご支援とご理解の賜物と深く感謝申し上げます。ボンデックスに命を吹き込むための旅はハードワーク、イノベーション、忍耐力に満ちた3年間の努力でした。モバイルアプリ、ジョブポータル、およびドル BDXN トークンは、ボンデックスの始まりに過ぎず、次の大きなソーシャルネットワークとなるものの基礎を築きます。7月にドル BDXN の TGE を延期して以来、私たちは記録的なマイルストーンを達成しました。1.5M ボンデックスモバイルアプリの月間アクティブユーザー。OKX 社、バイビット社、ビットゲット社、トン財団とのパートナーシップ。50万人のバニーブリッツミニアプリプレイヤーが、ドル BDXN トークンの認知度を大きく高めています。アプリのストゥリークスでリリースされ、エアードロップシーズン2でより多くのボンドポイントを獲得できるようになりました。コインマーケットキャップ、バイナンス、ラリブルなど、さらに多くの世界クラスのクライアントをオンボーディング。 TGE の延期の決定は上場取引所パートナーの推奨事項、全体的な市場状況及び暗号市場のセンチメントを慎重に検討した上で行われました。後から考えると日付をずらしたことは明らかに正しい決断でした。コインマーケットキャップによると、過去3ヶ月間でビットコインは 18%、イーサリアムは 36%、アルトコインは60から80% 減少しました。その時点で進めば、これらの不利な市場環境は、ドル BDXN トークンのパフォーマンスに深刻な影響を与えていた可能性があります。7月からは、9月を新しい発売日として目標としています。さらに、流動性と市場を積極的に監視している取引所パートナーと緊密に連携しています。チームとして、そして会社として、
私たちはドル BDXN を立ち上げる準備ができており、すべての準備が整っています。しかし、当社の主要なティア1取引所パートナーは、市場の状況と流動性が改善するまで延期するよう強くアドバイスしています。暗号資産ではタイミングがすべてであり、ローンチが早すぎたり遅すぎたりすると、成功を左右します。当社の取引所は、適切な市場の勢いをつかむことが、誰にとっても最良の結果を保証することを理解しています。とはいえ、2024年を取引所でドル BDXN に命を吹き込む年にすることに引き続き注力しています。このニュースを残念に思う人もいるかもしれませんが、この戦略的な決定は、あなたのようなドル BDXN 保有者が可能な限り最高の打ち上げ条件の恩恵を受けられるようにするために行われています。適切な取引所パートナーを確保することは成功に不可欠であり、初日からトップクラスの取引所パートナーが参加することは待つ価値が十分にあります。この困難な市場環境を乗り越えるために、皆様の継続的な忍耐とサポートに心から感謝しています。はっきりさせておきたいのは、私たちはリードエクスチェンジパートナーからのシグナルに導かれて、市場の状況が改善したらすぐにローンチする準備ができており、全力で取り組んでいるということです。延期するという決定により、市場の状況が改善するのを待つだけでなく、トークンの有用性を高める時間も確保でき、ローンチ日にドル BDXN より多くの価値を提供できるようになります。その間、私たちはロードマップを推進し続け、忠実なユーザーとコミュニティの報酬を拡大し、彼らのサポートと忍耐に報いるために懸命に取り組んでいます。今後数ヶ月の間に、次のようなさらにエキサイティングな開発が予定されています。エアドロップシーズン2の詳細は間もなく発表され、これまでで最大かつ最速のエアドロップです。Web3 のすべてでの役割の検索と応募をより迅速かつ簡単にする大規模な AI 機能。ボンデックスジョブポータルに追加される何千もの新しい Web3 ジョブ。ボンデックス 2.0 のホワイトペーパー、ボンデックス ID、検証済み資格情報、ボンデックス評判スコアなどのオンチェーン機能の時間です。忠実なコミュニティメンバーの皆さんに知っていただきたいのは、私以上にローンチしたい人はいないということです。3年以上にわたってボンデックスのミッションに取り組んできた私にとって、取引所でボンデックスがライブでライブ配信されるのを見るのは期待が膨大です。しかし、CEO として、ローンチに向けて十分な準備ができていることを確認するのは私の責任であり、それは私たちの責任です。現在、理想的な市場環境に最適なタイミングを決定するのは取引所パートナー次第であり、その時がすぐそこにあることを願っています。ボンデックスへの揺るぎない信頼をいただき、誠にありがとうございます。皆様のご支援は私たちを日々前進させるものであり、ドル BDXN ついに稼働するようになった時、待つ価値は十分にあると確信しています。私たちは一緒に本当に素晴らしいものを作り上げているのですから、準備をしてください。これから起こることへの感謝と興奮を込めて、イグナシオ・パロメラ・ボンデックス CEO。 はい、ということなんですけども、一応ね、9月をね、新たなローンチ日として目標にしていたけれどもね、取引所の方からやっぱりね、もっと状況がいい時に延期した方がいいよということなので、もうね、9月の、ね、終わりも近づいてますけれども、もうこのね、ティア1からのアドバイスがあったということで、まあ多分9月の上場はないのかなということで、じゃあいつなんだいということなんですけれども、条件が整えば2024年に、BDXN を取引所で実現するということなので、もうね、明言できないということですね。だから、ね、市場の状況を見て、まあタイミング良ければ上場するということで、ただね、上場の準備もそんなすぐにできるとも思えないんですけれども、まあね、上場
の予定が決まったら、まあその2週間前とかね、直前に連絡するっていうことなんですかね。はい。なんで一応ね、まあ、今年度中には上場目標で準備はしているけれども、いつっていうのはね明言できないということになるので、まあ、ただね暗号通貨市場がこうどんどんこう伸びていって、またね、いい状況になれば、まあ、そこで上場という話になる可能性があるということなので、まあ、しばらくはねちょっとこう暗号通貨の市場動向を見ながら、まあ、ボンデックスのニュースもチェックしていくということで、はい、私の方でもねフォローしていきたいと思いますので、ね、また何かね動きがありましたら動画でお伝えしていきたいと思います。はい、ということでね、ボンデックスですけれども、本当にね3年越しですね、やっとね上場できるかっていうことで、結構この辺もねパイネットワークとかと合わせてかなりね長い間上場のねやってますので、上場までの期間長いですけれども、まあ、頑張ってね毎日コツコツやっていただければと思います。まだねボンデックスやってないっていう方もね、これからやっても全然、マイニング稼げると思いますので、ぜひねやってみてください。あとね結構やっぱり3年前なので、昔始めたけども最近やってないよっていう方も、まあ、上場が近いのでね、アプリ掘り起こしてねまた再開していただけたらと思います。はい、で詳しい登録方法、遊び方についてはねこちらの動画で解説していますので、参考にして始めていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方はいいねボタンをお願いします。またこのチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。